自分のやり方で実際に試してみるから独自の知恵が生まれるのです。ただぼーっと言われるままに従っている人からは何も生まれません。ひたすらマニュアルに忠実な真面目な人。時々失敗もするけど、自分なりの方法でチャレンジしてみて独自のマニュアルを作っていく人。偉大な成功者になれるのは常に後者です。おそらく典型的な日本企業では 入社して間もない頃はマニュアル通りにきっちり働く人の方が重宝がられるでしょう。一方、後者は上司の言うことをあまり忠実に聞かず勝手なことばかりしていると煙たがられるでしょう。しかし、3年後、5年後の評価は逆転するかもしれません。前者はこれまでにない斬新な企画にチャレンジするという経験が浅くリスク管理も決断力も 磨かれていません。一方、校舎は新しいことを次々手掛けた経験から勘も決断力も磨かれています。やがて、従来のやり方にとらわれない新しい分野を開拓したり、これまでにないヒット商品を作ったり、効率的に業績をアップさせる方法を見つけたりするでしょう。失敗をしないと新しい知恵も生まれないのです。変化の激しい現代に求められるのは校舎のタイプです。 本当の知恵は自らの経験から生まれるのです。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。